look at yourself. See if you can discover what it is. 皆様こんにちは。ボンクボーカル長塚健太です。今日はですね、僕がブルーノートジャパンのエグゼクティブシェフ、こちらの長澤さんと一緒に作った、スペシャルなパスタをご紹介したいと思います。というわけでシェフ、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、今日ご紹介するメニューはですね、2人で協力して作ったもう超スペシャルなパスタです。めちゃくちゃ美味しいです。ブルーノート東京の公演では、会場ではもちろんご提供はあるんですけれども、ライブ配信を見ながらご自宅でもお召し上がりいただける、そんなセットも、今回ご用意しておりますので、皆様ぜひ配信を見ながら楽しんでいただけたらなというふうに思います。それでは早速作っていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、材料の紹介に行きたいと思います。玉ねぎ、人参、セロリ、それから、ニンニク、それぞれみじん切りにしてあります。ブーケガルニ、あと鷹の爪一本ですね。淡路島からわざわざ届けてもらいました。サワラです。生麺、今回はリングイネですね。でこれ白ワインと、今回がコラトゥーラ、これがまあ魚醤ですね。これホールトマトのマトマトピューですね。とあとお水、それからお塩使っていきます。ハーブオイルのまあ素材ですね、これが全部じゃないんですけど、レモングラス、それからローズマリー、この2つも、淡路島からわざわざ送っていただきました。レモンとかオレンジのピールとブラックペッパーのニュアンスなんかを入れて、作ったスペシャルなオイルが今回こちらになります。後でシェフからじっくりと解説いただきます。ここから作っていきたいと思います。まずはお鍋にオイルを敷いていきます。ニンニクですね、このニンニクを鷹の爪を入れちゃいましょう。でじわじわ炒めていくと、徐々に香りが立ってきてシュワシュワしてくるので、炒め物とかこういうのを作るときに、中華料理でも作るんかっていうぐらいの強火でやる方いらっしゃるんですけど、強火は全然使わなくていいですからね。すごい怒られますからそれやると長澤シェフにそれは違うっていつ怒られるのかなっていう、ちょっと若干ビビってるんですけどねないですないですこんな感じでシュワシュワしてきたら、玉ねぎもすぐ入れちゃいましょう。ニンニクと玉ねぎを先にさらっと炒めます。この香りがめっちゃいいですよね。さあちょっと炒まったんで、人参とセロリも足していきます。最初はフレッシュなその玉ねぎのそのピリッとした感じとか、人参のそのちょっと土っぽさとかいろいろ感じられるんですけど、それがだん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 なくなってきて、だんだんまとまってくるんですよ。なんか甘い濃厚な香りになってくるんですよ。それを作っていくことが目的なんで、決して焦がさずじんわり丁寧にやっていきます。こんなに人に見られながら料理することないんで、何喋ったりか分かんないぐらい緊張します。今こういうのやるんですか？よく初めて初めてだそうです。やばいですね、ちょっとね。さあこんな感じでしょうか。ここまでいったらサワラちゃんです。ぶつ切りにした、結構大きめにカットしますね。サワラを入れていきます。これまたじんわりじんわり炒めて、さあまあこんな感じで全体色づいたんで、白ワインです。だいたい水分飛んだんでトマト入れていきます。お水も入れちゃいます。このまま一煮立ちして、でブケガルニですね、細胞のを潰して香りをめっちゃ出すっていう感じですね。めっちゃ揉んであげて、で入れると。コラトゥーラも先にちょっとだけ入れておきます。であとは煮込んでいくと。せっかくなんでちょっと煮込んでる間に、今回のハーブオイルのお話をちょっとシェフから伺いたいと思います。美味しそうですね。美味しそうですね。もうすでに美味しそうですさすがです。ありがとうございます。ハーブオイルの調合とかに関しては、オイルの抽出の仕方だったりとかはシェフの方がもうはるかに詳しかったので、そこはもう完全にお任せをして。抽出の仕方はやっぱり、低温で長く、はい、バージンオイルはほら温度を高くすると香りも飛んでしまうので、低温で長く6時間ぐらい出てます。そうですね、5時間、今回これ5時間やりました。5時間だった、はい、高温でやっちゃうと、油なんで温度が高すぎると結局上がっちゃうんですよね。でどんどんえぐみが出てきちゃって草食べてるみたいとか、そういう香りになっちゃうんで、そういうなんか雑味を出さずにじっくりじっくりその美味しい部分の
いい香りだけをこう残す。そうですね、上品に上品に。お魚のこのトマトソースもやっぱしこのすごくなんていうんですか、あのもうすごくがっつりなんですけど味はすごい繊細で、なんかねかすかにかすかにこう感じるのってやっぱしすごくお料理はこういいのかなと思う、うん、そうですね。これを例えばそのアンチョビを使ったりとか、フィレのアンチョビ使ったり他のものを使ったりして、どんどんこうなんだろう、がっつりしてくるというか、尖ってくるというか、なんだけどこれは今回丸く作りたかったんで、なのでこっちに関してはすごい柔らかいニュアンス、うん、じゃないとこのハーボールがその立ってくれないというか、なので料理人ですね料理人です、お料理人です。一応今回僕歌うんですけどねまあそろそろね、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。本当はもっとねたくさん煮込むんですけど、まあ今日はこんな感じで、ここで、はい、3分ぐらいですか、2人前か。ちょっとじゃあせっかくなんで多めにいきましょう。あのあれですよ、あのご自宅でパックが来たやつを組み立てるときはソースを温めて麺をあえればいいだけですかね。安心してください、この作業ないですお、美味しそう、美味しそうですね、美味しそうですね、あいい感じですね。刺し水ですね刺し水です、刺し水ですね、はい、うん、いいでしょう、はい、盛り付け縦に取ってボンって置いてくるっとやると巻き巻きできて高さが出ます。ありがとうございますさすがやな、一番贅沢なシェフの使い方って失礼やな。いや使ってくださいよ、やめてくださいよ。で最後にオイルを、まあ大さじ1、大さじ2分の1ぐらいでいいかな。で、あの家にもし胡椒がある方、ちょっとかけるといいと思います。以上、完成です。実食。というわけで完成しましたということで、今から実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきます。結構ちゃんとボリュームありますもんね。素晴らしいですよね。これ一人で食べるんだったらもう最高だと思いますね。いただきます。いただきます。うん。うん。うん。美味しいね。うまい。うん。うまいこれは。ね、うん。サラも柔らかいね。柔らかいですね。うん、すごく柔らかくてハーブもピリッと効いて。きますね。うん、来るね。ね。すごく来るね。あえて今回サワラを大きめのカットで煮込んでも形がそんなに崩れない味わっていただけるんで、ぜひサワラの旨味をね、淡路のエスプリを感じるね淡路のエスプリを感じていただいて、うまいですねこれ、うん、すごく美味しいと思う。まあなんだろうな、ワインはミュスカデとかあったら最高やな、うん、そうね最高ですね。もうワインのことも詳しいんだね。大好きなだけです。ね、ムスカデはまあ多分本当に合うかも。合いますね。ね、うん、あでもオイルもやっぱ香るね。香りますね。あとペペロンチーノのピリッとするのもなんかあるね。ありますね。うん、すごくなんかいい感じでできてる。いやいい。素晴らしい。これは。大体こういうのを作るとぼやけるんですよね。味がね。でも、もうすごくしっかり。いや、うん、なんだかんだですけど、料理人の方とこうやって一つの料理を作るっていう経験、僕そんなにこれまで経験がなかったので、すごく今回めちゃくちゃ勉強になったことがとっても多くて、僕が次何やるかをしっかりと見ててくださって、次これだよねとか、僕がやりたいことをしっかりこう組んでくださってるとかっていうのをやって、あすごいなっていうふうに思いましたね。全然ミュージシャンのコメントじゃねえどうしようでもめっちゃ料理人のコメントだこれ僕見ててやっぱりこう料理をこう修行されて、それからこうミュージシャンの方に行かれたんですよね。はい、はい、そうですね。なのでしっかりしたところで最初やられてて、その料理とは何ぞやっていうのを多分教えられたところがあると思うんですよね。でそれがこう今の
あのさっき僕もあのおっしゃっていただいたんですけど、まあ、料理もそうだし、まあ、音楽もそうだし、うん、やっぱりあの、まあ、各パーツがあって、はい、料理にも各セクションがあって、それはまあみんな一つ、はい、一つこう何ですか、あの力を合わせて、まあ、料理もできていくし、うんうんうん、音楽もできていくっていうのがあって、なんか そのところは一緒なのかなっていうところがすごく、うん、あの今回料理一緒にさせていただいてちょっと思いましたね。いつもあのコラボは、まあ、ブルーノートでいろんなミュージシャンとさせていただくんですけど、はい、今回こんなにこう深く音楽もそうだし料理にも思いがある人とちょっとコラボというかことをできたのはすごくあの嬉しく思ってますね今ね。それでまた新しい発見も、その淡路でこうあのこんな食材が取れるっていうのも、うん、あのすごくよく分かったし、サワラもすごく柔らかったし本当にふわふわでしたね、うん、よかったですね、本当ね、うん、そうね、コラボしたっていうことがすごく良かったなっていうのはありますね、うん、嬉しいですよ本当に。いいえ、もう本当に僕も嬉しいです本当に。あれですね、あのブルーノートでそのっていう環境ってその、まあ、普通のレストランに比べたら、まあ、外から見た感想ですけどすごく特殊な環境じゃないですか。かなりこうミュージシャンにとってもすごくこう聖地というか、ここを目指して頑張ってきて夢に描いてきた人がそのこのステージに立ちたいっていう思いを持ってこう常に臨む現場であって、でブルーノートにね行かれた人はご存知かと思うんですけど、コラボのカクテルだったりとかコラボメニューとかね、その常日頃からたくさん開発もたくさんされている、かなりこうクリエイティブが要求されるキッチンだと思うんですよね、うん、なので僕が今回そのご一緒するなら、ただ美味しいものを作るだけじゃないところの要素をたくさん盛り込みたいっていうことをすごくちゃんと組んでくださって、でかつ今回すごい難しかったのが、宅配、皆さん全国の皆さんに届けられるレシピをじゃないといけないっていうのが大前提にあったので、同じ味を全員に共有しなきゃいけない、届けなきゃいけないってことで今回こういうラグ煮込みの料理って形になったんですけど、じゃあ宅配でその組み立ても簡単で、料理やったことない人でも温めて組み立てることができて、かつ家で食べられるクオリティをかなりこう超えてくる驚きがあるものにしなきゃいけないっていうのをどうしようかっていうのを考えた時に、オイルを最後に一回ししてその香りをフレッシュな香りをわって感じてもらうっていうアイデアに、ここで最初お話しさせていただくにこう出てきたアイデアで、その最初ね言われたのは長塚さんですから、すごい洗練されてるなと思いましたね。だから僕たち料理人が考えることと一緒だなというのはちょっと思ったんですね、うん、センスいいなと思いましたね本当に。ありがたいです。まあ、僕らが音楽を作っててよく実はこの映像を撮ってるタイミングではもう新しい曲を作ったりとかしてるんですけど、もう何度デモをボツ作ってはボツにして作ってはボツにしてを繰り返してるかっていう感じがあって、それぞれの音に対するこだわりだったりとか一曲に対するこう思いみたいなものをこう常日頃からこう追求しているバンドであるってことは僕らは自負しているので、やはり自分たちが音楽でやってることに負けるじゃないですけど、それに劣るような料理を作りたくないっていうのが一番僕の中にはあるので、それはもちろん音楽にその命をかけてやってるうちのメンバーにも失礼だし、こうやってたくさん協力してくださってる皆さんにもすごい失礼なので、なのでしっかりとしたものをちゃんと届けたいなっていうのがあったので、今回いろいろとわがままを言ってこの食材使いたいとかたくさん無理を言ったんですけど、こうやって快く引き受けてくださって本当にありがとうございました。いやいやいや、でも楽しかったですね。やっぱその僕たちもやっぱ作るにあたって彼が言ったことをやっぱ忠実にやっぱりやってこの表現してあげるっていうのもやっぱプロの仕事だしっていうのはあるかなっていうのはちょっと感じましたね。さっき言ったようにブルーノートで出すっていうのは、ミュージシャンのまあ聖地っていうのもそれはもう、はい、なんか僕たちも働いてて思うし、そこにやっぱしさっき言ったように音楽と料理があって、その僕たちも料理も負けたくない、うんうんうん、でもやっぱし音楽を聴きに来ていらっしゃってるお客さんに
その料理も一生懸命やってるっていうところをやっぱり子たちも伝えたいっていうのがあって、うんうんうん、まあ、そこのところが今回こう食材のところもこだわったところもそうだし、まあ、多分音楽もすごくこだわってやっぱ作られると思うんで、その辺のところは音楽と料理で今回はすごく共通したので、すごいやりやすかったですね。多分あの料理のことよく分かってる人だと、もうちょっと話しただけでこういうふうな感じなんだろうなっていうのは分かるし、うんうんうん、まあ、そこのところがすごくやりやすかったですね。いや、あの、じゃあありがとうございました。いえいえ、たくさんアイデアを。いえいえ、もうあの僕の方がもうたくさんいただいてありがとうございました、はい。ぜひあの会場に当日ねいらっしゃる方も、配信で見るよっていう人もですね、あのぜひこのパスタ食べてみてください。そして、配信であの見る方はご自宅にこのパスタセットが届くと思うんですけど、オイルたっぷりお届けするので、ぜひそのオイルは他のものにもね、パンにつけて食べるだけでも十分美味しいです、うん、めっちゃ美味しいです、うん、他の料理にもねかけるだけでガラッとワングレードアップするので、ぜひたくさん使ってみてください。はい、こんな感じでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日作ったパスタを、ご自宅でも楽しめるこちらのセットにして、ブルーノートの食のオンラインストアスターテーブルから皆様のお手元にお届けいたします。今回も、11月の23日の火曜日ですね、僕らのライブの2日目最終日のセカンドステージのライブ配信がありますので、ぜひそのライブを見ながらこのパスタを食べながら、好きなワインとか好きなパンとか合わせていただいて、食の方でもね、存分に楽しんでいただきたいなと思っております、まあ、こんな感じでパスタソース2つ、それから、生麺のこちらリングイネのパスタ2人前ですと、特製の今回のために作ったこのハーブオイルが、見てこの分量たっぷり入ってます。絶対に今回のこのパスタだけでは使い切らない量が入ってます、配信見た後でもね、次の日の朝食でも次の日の夕食でも何でも大丈夫です。いろんな料理にかければあら不思議、めっちゃ美味しくなるんで、ぜひたくさん使ってください。はい、10月の25日月曜日から数量限定です。売り切れ次第販売終了になるので、ぜひお早めにお買い求めください。はい、購入先など詳細は YouTube のこの動画の説明欄概要欄にございますので、ぜひチェックしてください。ブルーノートに来れない方もお家でライブ配信と一緒に届けられるように、今回スペシャルなこのセットを作ったので、ぜひこちらもたっぷり楽しんで、ウォンクのライブもがっつり楽しんでいただけたらなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。